はい、こんにちは、エレルナサーです。また久しぶりにギターネタで、お届けしたいと思います。昨日ね 懐かしくてね、また昔懐かしいレインボーの曲を弾きました。マン・オン・ザ・シルバー・マウンテン、銀嶺の覇者ですね。これの、ライブバージョンです。ちょっと 聞いてください。このね、スライドギター。やっと少しはいいかなって感じです。まあ音程は、そうひどく外れてないでしょ。聞けないレベルじゃないかなと思うんだけど。こんな感じでね。これも40年ぶりぐらいですよ。キルザキングと同じね、初めて学園祭の舞台で弾いた、ステージで弾いた曲ですね。で、当時ね、スライドを調整してみたんだけどね、いや、音程取れなくってね、音程キープできなくてね、ドラムにやめた方がいいんじゃねえのって言われてね、確かスライドはやめたって普通に弾いたというふうな思い出がありますけれどもね、難しいんですよ。リッチーのスライドっていうのはね、独特なもんですね。ご本人も紹介します。これご本人の映像です。ソロになるとね、スライドを持ってくるんですよ。移動しましたよね。で、スライドを持って、ねえ、音程正確なんですよね、この人ね。でね、このスライドバーの持ち方、持ち替えた。放り投げるんですよ。ステージでほら、大暴れする人だから、足元に転がってると危ないんで、バーンとその辺に投げ捨てるんですよね。ということで、スライド奏法、リッチのスライド奏法ですけどね、あの方の場合はね、人差し指と中指、あ、じゃあ、薬指の相手こう挟んでこう持つんですね。で、な、あの中指で添えてみたいな感じで。で、これでやるんで、おそらくこういうやり方をやったのは、アクションとの関係だと思うんです。さっきスライドボール投げ捨ててましたけども、すぐに通常奏法に切り替えたりとかしなきゃいけないもんですから、指にはめてちょっとこう抜いてやってやらなきゃいけないのに、ちょっとかっこ悪いと。で、おそらくこう持って瞬時にこうチェンジできるようにしてんじゃないかと思います。で、そういうメリットはあるものの、音程をキープするのは難しいので、一番はね、ノイズが出ちゃうんですよ。薬指にはめるタイプだと、こっちの残りの指でミュートができるもんですから、雑音を抑えることができるんですけども、これだけでしょ、ミュート効かないもんだから、あれでね、あそこまで綺麗な音が出せるっていうのはもう神業だと私は思ってました。ずっとずっと今でも思ってます。最高峰はですね、 Maybe Next Time っていう曲があって、前半はねすごくメロディアスな、なんですけど、これはスライドでずっと弾き切ってるんですけどね、まあギターでここまで素晴らしい音が出せるのかって感じです。通常のギターのスライド奏法と違ってね、リッチの場合はシンセサイザーみたいな感じですね。シンセサイザーみたいな音をギターを使って表現するに、彼はリッチはスライドを駆使してるような感じがします。よくまあ正確な音程で、しかもノイズをほぼ出さないで弾き切ってるってんで、まあスタジオなんでいろいろ補正はしたのかなと思うんですけどもね。まあそんなことで、久しぶりにスライドを挑戦してみました。もうちょっと腕が上がったら Maybe Next Time なんかも挑戦してみようかななんて思ってます。じゃあまたお会いしましょう。